伝西。伝西は、中国の戦国時代、紀元前386年に、伝子が強制漁師の際、強筆都市、または領筆都市を滅ぼして新たに建てた国。国語は単に西であるが、西州、春秋時代の領筆都市と特に区別する場合に西、または伝載と呼ばれる。戦国時代中期には、王の頃に、 東御門を称するまでになるほど合情を誇り、戦国、七尾の一つにも数えられる。首都は、両人氏の時と変わらず、臨氏であった。伝子の先祖は、紀元前672年に、陳から整え亡命してきた陳、姓の励む公、約、貴約の孔子、公子官である。姓では、代々、両将、太公望の子孫である、正公に仕えてきた。 生の傾向の時、伝をさむし、小津が税を徴収する時に小さな塔を使用し、泡を民に配給する時は大きな塔を使用して民の気持ちをつかみ、また、傾向がなくなった時の行為継承争いで痛み行、妖精を入りつた。治む子がなくなると、し子、久ひ静子、行、ただし、式では全館の文帝、流行を引きして伝常と表記が後を継いだ。 父のおさむしと共に、痛み子を立てた、頬巻が中田が余計期に、痛み子を殺害すると、関公、水の絵が立てられ、関東めと共に大臣となったが、二人は、並び立つことができず、勢力争いをすることになる。関東めの陰謀を知った重子が先手を取り、関東めに続いて関公を殺して、平公を立てた。その後は、氏が、の政治を事実上支配し、タワの時、 京筆都市の最後の君主高校、橋を改品に移して、京筆都市を事実上滅ぼし、紀元前386年に、周の安王により、諸公に建てられた。これが、伝祭の成立である。成功となった和は、在位2年で亡くなり、太公と送りなされた。公術するようまで公の知性を入れて、観光、馬を太公の孫とする説とことする説の二つがある。 サイの成立と前後して発生した三振の成立では大国である進スむスの国土を三分したためにその後の影響力の低下が避けられなかった。これに対してヒト氏の成立では大きな内乱や国土の分割を伴わなかったために成立期の混乱が収まると相対的に発言力を強めることになった。伝西の第三代王は泣かず飛ばずの逸話で有名な君主で、 独創的な政策で国勢を高めた。軍事面では孫品を登用し、紀元前341年の馬領の戦いで義を破った。また学問も盛んになり、首都臨氏の機備門に集められた学者たちは、機備家の学士と呼ばれ、学府として栄えた。代表的な人物に、純羽根、純氏などがいる。伊王の古仙王は、紀元前334年、 義の慶王と共に王号を称した。その後も国政は強まり、東の西、西の旗の二大国時代を作った。第五代王は、旗の将女王と共に、王より高い称号である帝を名乗り、東帝と称したが、諸侯の反感を恐れて、すぐに王に戻した。この時期には、猛将君が最小となり、国政を見ていたが、王は自分よりも、 毛将君の名声が高くなるにつれて、次第に毛将君が疎ましくなり、殺そうとしたので、毛将君は逃亡した。さらに、王はうを滅ぼした。しかしその裏では、縁の将軍学期主導による諸国連合の策謀があった。紀元前284年、学期に引きられた縁、旗、蝶、義、艦の連合軍により、正の軍は大敗した。 学期により首と臨死が陥落させられ、王は亡命先で殺された。学期により滅亡寸前にまで追い詰められるも、他人への活躍により、女王が即位し、なんとか生は復興した。とはいえ国力は激減しており、かつてのように、真と天下を争うのは無理になった。その後、蔡は旗によって滅ぼされてゆく他国を傍観する政策を取った。この政策により、 束の間の平和を手に入れることができたが、最後には孤立無縁の状態で旗と向かい合うことになった。紀元前221年に旗王政によって派遣された将軍王本により、最後の王、剣は捕らえられ、蔡は滅亡した。結果的に政は旗を除いた、戦国、七尾最後の一国となった。長皇によって旗が衰退すると、かつて、 真に滅ぼされた伝子一族の代表であるタらが、陳将に呼応して、反乱軍に参加した。他は、旗の召喚に打たれるが、他、奥、王権の弟の短い在位を経て他の重帝である、伝久氏型の子である他、を、擁立、自らは、最小となって、真への交戦を続けた。その後、真が滅亡すると、皇羽の奉献によって生は三分割され、 伝久氏から離反した電子一族伝徒が、西王に、同じく独自に諏訪に従ったタイアス、王権の孫が、西北王に封じられた。そして、最派殿下を皇陵がかくまったことを理由に座絵に、対して援軍を出さなかったため、元の西王殿は残る二河東王に、格下げとなり、西の実権を握るた栄には、何の恩賞もなかった。不満を持った伝久氏はた、 を止める一方を、他とを撃退して、蘇に追放した。しかし他は降雨を恐れて、二河東に向かい放置に着こうとした。これに激怒した、伝久氏は他、を殺害して、自ら西欧に即位して、降雨に対して、して反乱を起こした。伝久氏は放栄を懐中して残るダ安スを撃たせ、再び、蔡を統一し、さらに同じく封建されず、降雨に不満を持つ鎮余り結んで降雨に対して、 徹底的に抗戦した。これに激怒した幸運は自ら正当罰に向かい、幸運は殿栄を破った。そして、殿栄が庶民に殺害されると、幸運は鷹を再び西王に立てた。しかし殿栄の弟での横が中心となって抵抗を続けた。この時、幸運は多数の才の捕虜を生き埋めにして殺害していたために、才は必死になって抵抗し、 生を平定することができなかった。この間に、劉邦が、諸漢中から挙兵し、漢中と法上を手にしたために、皇羽は生から反転し、劉邦の軍勢と戦うことになった。皇羽が生から撤退すると太陽子は、伝栄の子である、伝広氏を生王として擁立し、自らは、最小となって、実権を掌握した。その後、劉邦敗下の関心による、 諸国征抜が開始されるが、劉邦の敗下、歴域が生との同盟を結ぶ使者として訪れ、劉邦と蔡は同盟する。ところが、関心は陣営にいた、節客通りの進言でそれを無視して、政を攻撃してきたため、政を伝広氏は激怒して、歴域を釜茹での刑に処して、関心の軍勢と戦うことになるが、蔡軍は関心に敗北し続けた。そこで、羽は、 援軍として、将軍流活と阿蘇、周蘭が率いる20万人の大軍を送ったが、関心の農作の経営、水ばかりにより流活は関英の軍勢に打ち取られ、周蘭は総参に捕虜にされ、一気に20万人の軍も壊滅した。伝広氏はたまらず、逃げ出す者の捕まり、関心によって処刑された。田横は、伝広氏の死を知ると西王を名乗りしばらく抗戦を、 続けたが破れ、放悦などの下を点々として最後は会場の島に逃れた。その後劉方は太陽光を召し出そうと使いを送るが、太陽光は降伏することを恥じて受粉し、レン氏は完全に滅亡した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。